そして横浜はそれが分かっています。どう守るか。グニューがボールを出す。誰に出す。サドハヤ。ただ今チェックをするというようなレフリーがまだ手を挙げてますので、はい、インスタントリプレイですね。かどうかという。はい、ツーショット認められました。佐渡原亮が決めました。6秒、アレンが来る、ブラックショット。古川が行く、古川のスリー、これは決まった。スライスまで落ちた。ブザービート。古川激しいな、幕切れでしたね。今シーズン298本目のスリーポイント。ワンタッチあったか。しかしショットクロックがない。決めた。ありがとうございます。ショット再現、篠山竜星。そのシュートを打てばリバウンドは絶対取れるんじゃないかなって思ってたところですね。その有利を使わないといけなかったわけですよね。そうだと思いますね。まあ、ただビッグラインナップに対してですね、安田ヘッドコーチの話もありましたけれども、その時間で守りきって苦しい時間を抜けて先に渡辺、はい、大活躍でした。